鉄板が伸びてる音がしてる。伸びてる音がしてる。それでやったらまずいよ。ちょっとやるわな、ここ。これいいや、ちょっと待って。できるなって言って最初にこうやって力グワッと入れてタダができる。ここに下に落ちていいの、R が。 PIC チャンネル。よっしゃ。で次こうへこんだやろ。はい、ここ、はい、いいね、こういうのこうやってもうちょっとまずい。次はこのラインが入ってるやん、ちょっと。はい、でここほぐれてるやろ。はい、だからこのラインを出したい、押さえたい、へこむ、へこましたやろ。はい、ここもへこんでるやん、こう。はい、だから今度ここのイメージだから、俺のここを利用する。ここを角に当てながら、しかもこのこうじゃなくてちょっとこの45度ぐらいの角でラインを当てて、これ何に当たったんですか。こうやってな。でこれでここを落としていくと、これが出てくるから、ラインが。はいはい、である程度これが落ちたら、これに当たんなくなったらダメ。うん、まっすぐじゃないやろ。はい、ちょっとこうなんかちょっと膨れてるやろ。はい、片方はこれでいいんだけど、片方はまっすぐ削らなかった。ハンマーと一緒だ。両サイド同じやったら意味がないな、当て番みたいなもん。あ、全部これが一番いいね。これが一番いい当て番の作りやねん、これな。この面、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 全部違うやろ。はい、これが一番いいね。で、これもこの面、この面まではいいねんけど、ここ片方はまっすぐの方がいいね。で、片方はちょっとこのあれやん、はい、微妙にこう、これ土やねん。これも使い物にならへんねん、こんなの話にならへん。昔の鉄板やったらいいけど、今のもう車にこんなの使い物にならへん。なんでか、これはこれ使うと、これも復活するためだけの当て番やから。そうだよ、本来これで番にする当て番じゃないねん。これでも新しいバン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 って取ってくれてるの。裏から取って、そうそうそう、今度でハンマー入れてたらもう鉄板あっという間に膨れるから。ああ、なるほど。今言ったようにここを出す、ここもちょっと出す。とりあえずラインにこれそんなへこんでるわけじゃないやろ。はい、なんか軽く力をグッと入れて、ここ今高いとこあるやん、ここ。はい、カンカラカンカラやったらえらいなんで。はい、ボコボコなんでこれ。はい、よう見ながら。俺力入れてないよ、ハテマン。入れてない。出したいとこ、へこましたいとこ、はっきり言うんだから、頭で描いてもらう。出したいとこに、例えば。出したいとこは叩かない。叩かない。それが、バニー、結構。みんなへこんでるとこを叩くから、鉄板の上。で、出てきた頃にはもう遅い。この当て方が、難しいな。あれお前、はい、簡単に言うもんじゃないよ。いや、もちろんそうです。簡単に叩いてるように見えるけど、全部意味があるよね。はい。おー、なるほどね。
ん、聞いてないわ、全然加減がわからん。これが難しいのが頭おかしい、はい、こうないでこっちから見えへんやん、はい、な、ここ感覚でやらなあかんやろ、はい、で今これパック見た時にこれ何倍あるか分かるやん、これ3倍やん、はい、だからトンと置いて自分の中で1、2、3でこのカックっていうこの当て場こうずらしていってクッて引っかかるとこは分かるやん、それ分からんか、これずっとこうやって当ててここでクッとこのちょうどラインのところで当て場が1回クッて引っかかるの、はい、そこをしながら叩きながら今当て場のところにあるかっていうのを見ていかなあかんの、はい、分かる、めっちゃ難しいけど、あー、もう分かるやろ、はい、ここは合ってんのか、でも叩きながら音聞きながら自分の音がどこにあるかっていう、見えなくてももう自分の中でそれができるのになると一人前や、はい、はい、それを今度当て板とハンマーでまっすぐする、もうそのラインから下だけなんです、ここだけよ、そうそう、一気に 100% 直さええから、はい、うん、全然角立ってるわ、まあ、全部へこませるよ、へこませる、うん、あかん、全然あかん、うまい、1日これから1000回半もぐらいな、はい、それ膨れてるからな、音、音が膨れてる、音当て板とバンバン当たった時点で膨れるからね、上になってみてそれが出たらもう次上に進んでから、はい、めっちゃ難しい、なんてもこれない、力入れてんのかな、手ハンマー腕に手に、
ンマが全部動いてるなんてだろ。動いてるね。こんな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 って。基本をちょっと叩き込もうか。はい。やばいことになってきたぞ。こっくりできた。もう状況わかる。こましてる。角出しみたいなって言ってるやろ。はい。なんで何出しって。角出し？角出し。ここ飛び出てないから。ああ、はい。角出し。待ってから待ってから悪い。ハンマーの持ち方が悪い。それやったらテパ伸びるで。飛んでる横がポコッと出ちゃってる感じか。こうや、うん、力入れすぎやすい。裏からそんな力いらんみたいに、ぐわーって入れるから。待った、頭こっちに変えた。これははい、このアールを、これを縦にこのアールに合うように、そうそうそう、この手のハムが高いの。すぐ潰れるから、この丸いやつは。低いぐらいに縦で上がって。この今飛び出てる隠れてる方もこっちも行くことできるか、お前。板金ってそうやねん。移動さすねん。自分の。はい。ハンマーと当てましたって。ハンマーと当てばんで移動させる。伸びてる部分は、普段は火使わんと絞らないけど、へこんでる部分があるんやったら、伸びてる部分の半分の伸びをこっち持ってくる。そう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 。じゃあどうしたらいい？はい。どうしたらいい？見て見て見て。当て板で上を押さえ持ってどついていくとか。逆や。下や。へこんでる。出したい方を当て板当てるの言うたやろ。出したい。で高い方を落としていく。ほんなら行くところがなくなって膨れようとしてる頭の力を入れてる方にフッて移動するから、もう極端に言ったら、もう目、俺らがやったら目で分かるぐらい非常に動くで。鉄板の面積が決まっているから、はい、な、こんだけの面積に鉄板が膨れてきたらもうどないしてもないやん。はい、そうやろ。これへこましても膨れてる面積の部分が向こうに行くだけでペコペコになるだけやろ。はい、ほんなら低いとこと高いとこを帳尻合わすためにこうやっていくわけや。ほんならどうしたらええかって言ったら、低い方を押さえといて出そうという力をこっちに加えといて、へこむ方をパンと叩くと、行くとこないからここに膨らせとしてるところに振って、それをうまいことこうちょっとずつ移動させていく。これがパンキンの基本や。はい、難しい。ガンガンハンマーが全部角立ってるやろ。角立ってる。めっちゃ緊張してるやろ。いや、そんなことないですけど。手首だけで、はい、お前の場合は
ただ単にまっすぐ耐えたらいいだけじゃない。音がちゃうやろ。全然違う。はい。お前も100本100で言えばどこに当てばあるか目つぶっとくの分かるの経験でな。でもここあるやん、当てるほら。でも音がちゃうと、はい、ほら。私はあかんやろな、たぶん音がいいぞ。やっぱ無理。ありがとね。バイバーイ。チャンネル登録もよろしくね。